お疲れ様でーす。ほっ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 。ということで、木曜日終わりましたー。頭がくる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 ーきーパンクしそうです。ボカーンって。いろいろ考え事しててパンクしそうでした。今日もね、飛んでいきましょう。今日はね、しめ鯖買ってきました。しめ鯖光ってるね、光っちゃう。ちょっとこう焼き鳥でマカロニサラダ、この辺りでね、食べたいと思います。よし、じゃあ行っちゃうよ。あ、今日は本気でいっちゃいます。ダーン。じゃあ、いただきます。もう我慢できないんでね。いやうん、腹減ってた。うまい。じゃあ、いきます。ありがとう。ここまで頑張った自分の体、ありがとう。我慢して我慢して、仕事中にコンビニ行ってビール飲まない、その精神力、よく頑張ったと思うよ。仕事が終わってすぐコンビニに行ってビール飲まないで1時間も走って、電車の中も水分我慢して、全部一通り終わって飲みいっぱい、うまいね。よいしょ。最近おつまみ2品でもいいかなと思い始めたよ。前はね5品だったんだ。それをね3品にした。うん、前5品も食ったからね、確か。どん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 って、なんかパーティーみたいにして、今3品なんだけど、2品でもいいかも俺。うん、酒飲みになってきちゃったね。っていうことで今日はね、黒霧からいっちゃいたいと思います。よし、プシ入れちゃうからね今日は。よいしょ。氷がね溶けやすいんで、ちょっとあんまり水入れなくてもいいんだこれ。うん、それ食っちゃおう。うん、しめ鯖、久々食っちゃおうかな。久々だな、しめ鯖、俺。うん、合うわ、しめ鯖。しめ鯖ってからしじゃなかったっけ。からしでいいの、からしだよね、確かね。うん、うん、これは美味。しめ鯖、焼酎と合いますね。俺は
これは美味よ。そんな多く入れなくてもいいんだよ、ちょっとで。みんなさ、一日の気分の変化ってどんな感じ？一日こういう波があるじゃん、一日なんか自分のずっとさ、上がりっぱなしいるのかな、バンバンバチコ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 ンみたいな、フー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 って心がずっとなってる人いたらすごくない？フー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 ってこういうノリの心の人いたら、もうそんな人いたらすごいなと思うよ。やっぱ波があるじゃん。俺は朝ダウナーから入ってっから、ボーンって下からピピッピョン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 って出てくるから、下から底辺から、あー今日もいい天気だみんなありがとうとかいう感じじゃないから、もうあーマジかー、うわーって思う前に飯入れちゃう。飯食うと元気になるじゃん、だから飯食っちゃうんだよ、うん、そこで飯食うとボンってエネルギーがボーンって入ってくから、ボーンってよし行くぞってなるんだけど、なるんだけど外見てわー綺麗だなって思うんだけど、電車の中に入るとタイマーが切れるんで俺だからビュンって上がってブシッって下がるんだよ、見て電車の中で、うん、下がってでしょ、よくこの下がってんの走れるじゃん。だからそれはあの走るとかじゃなくて、あの綺麗な皇居外苑の風景が見たいとか、東京タワーを見たいとか、ああ顔洗いたいなとか、水道でちょっとランニングじゃなくて体動かそうかな、動かしたいな、さっぱりしたいな程度で薄く考えておくの、薄く。あの普通のランナーみたいにキロ5分何分で走るとか、キロ4分半で1キロ走るんだとか、こんななってビビビッビビビッとこんななってやってないから俺。そんなだと超だるいじゃん。じゃなくてもっとなんか、あーなんかこう酒を抜こうかなとか、うん、そうなんだろうな、ちょっとこうストレッチがてらいい空気の中で体動かそうかなぐらいの感じでいくと、底辺からピュッと出るときにピューってこういくの、シューってピューピューってこうなんか指定からヒューってこう上がってくるの、だんだんと、うんうん、いろいろ思考が回るよ。ほら、うん。いろいろ思考回ってくるんだけど、だんだん考えられなくなってくるんだよ。苦しいから。汗かいて。サウナと一緒。そうすると、1時間ぐらいには、って上がってくるんだよ。ビーって上がった時に、10キロぐらいでやめるんだよ。やめられる。そうするとすげえ気分いいの。はぁーみたいな。天国だーって。それが毎朝。頂点。ビャーン。ふわーみたいな。で、頂点じゃん。気分いいじゃん。こう。気分良くてさ。ああ投稿とかインスタ投稿とかさ、いろいろしてさ、気分いいわけなんだよ。でもこれだんだん下がってくんだよ、こうやって。
仕事だから仕事だからテンションもだんだん下がりつつ、こうお昼になってくる。お昼であんまり食べないんだけど、俺カップラーメンとかパンとか食べるんだけど、食べるじゃん。そうするとピュッと上がる。で昼寝するんだ俺。昼寝するとシューってなんか癒しの波みたいな、こう乗るわけじゃん。それで俺編集しだすからすぐね、お休み時間は編集してるから、編集して編集の時はピーって明る上がるつもりもなく、こうずーっとこうやってるじゃん。で編集が一通りつくとちょっとこう上がり出すね。でまた午後の仕事になると下がり出す、ビューって。うん。で午後仕事終わるかなって時はもうこの辺がピューで四角下にしてビューで下行っちゃうんだよ、ずっと。もう疲れたーって、もう疲れたみたいななっちゃうんだよ。うん。でも疲れてんだけど、ここでまた、あ、帰り坂道なんだ俺、すげえ辛いんだけど、あ、ちょっとさっぱりした方が心に健康だし、ビールも美味しいよなって心底辺で思うんだよ。ピッピッってなる。頑張ろうって、頑張ろうってなってちょっと走るんだよ、6キロだけ。ヒューって6キロってこの辺だから、さっきジャーンって言ったけど、6キロだとピュッてこの辺で終われるんだよ。で終わっていい気分じゃん。まあまあいい気分じゃん。で、キューって家帰ってくる。で、ここら辺でビール飲む。で、今。ここら辺でいい気分でビール飲む。ビール飲んで寝て、また明日、ブーンみたいな、ブーンみたいな、ってが始まる。こういう毎日なんですね。もう本当に、こういう毎日ですよ。うん、そういう毎日、一日だから、ね、みんな、どういう流れしてる？一日。いや。だからまだ上がってる方だと思うよ、走ってるから。走ってなかったらずっとこうなんじゃん。なあ、もうやだーみたいな、もう仕事やだよ、もう仕事したくないよーとか、それでしょ。なんかもう楽して稼ぎたいよーとか、それなるでしょ。違うもん、逃がしてかさ、本当に。おいしい。そのさ、一日のさ、なんだろう、気分のバランスっていうのをさ、底上げしたいよね。運って気分いいとこずっといたいっていうかさ、絶対この辺だから俺ずーっとなんかワーオワーオワーオワーみたいな感じだからな。別にハイになるわけでもなくから、皮ってカロリー高いんだけど超うまいよね。皮超好き、皮超好き、足を乗っけてね、
うん、未来に行くんだ、未来に行くんだ。やべ、酔っ払ってる。このしめ鯖やばいよこれ。焼酎とこれは反対だこれ。しめ鯖やばい、マジで。これ強敵だった、マジで。ああ、ぶっ飛ぶわ。うん。いい木曜日です。ね、ラスト食べます。これ食べてね、寝るから。そろそろね。じゃあ、からした星で。うん。しめ鯖、美味しかったです。やばい。これは酒の魚に合いすぎです。明日一日頑張ったらね、連休なんだけど、別に連休いらねえんだよな、俺は。暇人だからさ。働いてる方が楽なんだけど、どうなっちゃうのかな。ということで、また明日、頑張って働いていきます。じゃあね、じゃあ。